どうもメカルです。ですね、ボールの投げ方いきますよ。今日はボールの投げ方、まずはボールのつかみ方なんですけど、ボールのつかみ方はこうやってあるじゃないですか。まあいろいろあるんですよ。基本的には親指と小指で掴んで、中の3本の指は添えるだけみたいな感じで言うんですけど、玉村さん、枠長の玉村さんなんかはこうやって握ってたとかね、言うしね。岩永翔さん、大崎電機の岩永翔さんなんかはこうやって握ってドライブシュート打ったりするしね。でそれぞれなんですよ、ボールの掴み方って。で一番大事なのはストレスがないことです。あとはベターって掴まないこと、こうやって掴まない。ここには間を空けた方がいいから軽く掴んでください。軽く掴むんだけれども、そこにストレスがあるんであれば、最初はボールの大きさを、サイズを小さくしてください。で軽く掴むんだけど、一番いいのは置いてあるボールを上からパッて掴む。これが一番自然だと思います。置いてあるボール、地面に置いてあるボールを上からパッて掴む。ベタって掴んで取る人いないですよね、あんまりいない。だから上から置いてあるボールを上からパッて掴む、これぐらいの大きさから始めてくれたらいいかなと思っています。でボールを掴んだら一番大事なことは、ハンドボールはボールを持って振り回せるっていうのが一番大事なんです。これがハンドボールの一番大きな特徴であって、一番大事なことなんですね。ボールが掴めない小学生だとか、まあ初級者の女子なんかどうしても掴めないから乗っけちゃうんですよね。乗っけちゃうからこういう投げ方になって、肘が下がって手首がこうなって返ってるからボールが投げれないんです。リストが使えないから最終的に、だからこんな投げ方になっちゃうんですよ。投げてだからボールをまず掴めるっていうのが一番大事です。掴めるっていうのが大事だから、掴めない生徒は掴めるようにしてください。もうランニングの時からボールを持って走る、こうやって持って走る、フットワークの時もボールを持ってからフットワークをする、そういう風にボールを掴むことっていうのが一番大事なので、やってあげてください。あと初級者は走り込みなんかは別にいいですね。いい、ハンドボールで一番大事なのはボールを投げることだから、投げることにプライオリティを置いてください。だから走り込み大事なんですよ。大事なんだけれども、そんな体力作りよりも先にハンドボールの楽しさを覚えようと思うんであれば、ボールを投げること、もうパスをいっぱいさせてあげてください。いろんなパスをさせてあげてください。それが一番大事だと思います。上からしっかり投げること、上からしっかり投げることができないと、横から下からっていう、スローがやっぱり怪我につながってくるので、しっかり上から投げることですね。上からしっかり投げること。で